さて大問3です水産業に関する問題ですねえ順番に見ていきましょうでまず問1ですが、まあ、漁業が盛んな地域はどこかに関連する問題ですねえ漁業がしやすい場所盛んな場所いくつか特徴がありますのでそれを押さえておきたい問題なわけですで、まあ、いくつかありますがまず1つ目は寒流ですね寒流はプランクトンが多く含まれますそれから2つ目,え潮目 と言われる場所要は暖流と寒流がぶつかり合う場所ですねそれから三つ目バンクと言われるところ要は浅い海底大陸棚のうち水深の浅い場所これをバンクと言いますあるいは魚を食べる文化があるところですね要はアジアとかオセアニアといった地域を指すわけです日本もまさにそうですよねそういう場所に当てはまっているので まあ寿司って言葉はね、もう英語にもなっていますが、え非常にね魚を食べる文化が盛んな地域では漁業が盛んなわけです。えでそういったことを知っていれば解ける問題なんですね。え今言ったことが結構選択肢に含まれていますかね。えでまあ丸1が正しいので2、3、4を順番に見ていきますが、まず丸2はえ暖流は寒流よりもプランクトン量が多くとありますが、こ間違ってますね。 寒流の方が多いわけですから、これ正しくは逆ということになります。それから丸三、弾流と寒流が出会う潮目のことをバンクと書いてありますが、潮目とバンクは別物ですね。バンクっていうのは、まあ浅い海底、大陸棚のうち、まあ水深が浅い場所のことをバンクというわけですから、この部分ではないと。これがなければよかったんですけどね。そして丸四。 世界の主な漁場というのは大大陸陸と海溝の間にある大陸斜面でではないですねこれはもう冒頭で説明した内容と異なりますので全然違うということです。ですから答えはとということになります漁業というのはね海面漁業のほかに例えば養殖とかあるいは川とか湖でやる漁業なんていうのもあるわけですがメインは海面漁業ですね。① が正しいということになります。 はい、というのに正しいものを選びましょうという問題ですねで、下線部 B 実際に見てあげると一体何の話をしているかというと世界の一人当たり年間水産物消費量というのが過去50年で約2倍に増加したこれもう非常に急ピッチで増えているという話なんですねこれまあ水産業の中で非常に重要な事柄ですからしっかりと押さえておいてくださいで、まあなぜ増えているのかその要因はというのを答える問題なわけですけどね そのヒントとなることがちょっと本文に載ってますので、まあこの本文を使いつつ説明していこうと思います。で、まあなぜこんなに需要が非常に増えているのか、消費量が増えているのかというと、アメリカ、EU、中国、インド、この四カ国を押さえておけばいいでしょう。これらの国が密接に関連しているんですね。で、まずアメリカと EU、いや欧米ですね、はなぜこの消費量が増えているかというと。 健康志向が高まっているからです。もちろんね、食生活肉中心なわけですが、肉ばかり食べていると癌を発病しやすくなる、発病リスクが高まるなんていう研究発表が、えー、最近出されたりしています。で、まあそういった影響もあってね、動物性タンパク質を魚介類から取ろうというまあ、動きが進んでいるわけですね。こういうま先進国、EU とかアメリカでは健康志向の高まりなわけです。それからえ中国。 そしてインドですね要は新興国と言われる国は経済発展を遂げて消費量が増えてます。ということかというと水産物や魚介類とかをねこれ傷みやすいですから消費者のもとに運ぶまでのこのルートをしっかりと整備していないとなかなか届けることができないとでまあ急速に発展を遂げている国はそういった整備が進んでいったわけです。ですから 今までは運べなかった地域の人々にも水産物を運ぶことができる売ることができるので消費量が増えているこれが非常に大きな要因なんですねあともう一つ日本についてもちょっと押さえておきましょう日本はね、魚を非常に食べる国として有名なんですがピークは二千一年でしたで、最近は減少傾向なんですねもちろん今も魚たくさん食べますよね美味しいんですけど食べる量は徐々に減っていっているとピークは過ぎ去ったと え皆さんもどうですかね。魚と肉とどっちが好きかって言うと、結構お肉って答える人多いかもしれませんね。まあそういった影響などがあるわけです。食生活が結構日本はね肉中心になりつつある影響を受けてピークは過ぎているというのも合わせて知っておくと良いかと思います。じゃあ、えー、そういった事柄を踏まえてこの選択肢見ていこうと思いますが、まず丸一ですね。丸一説明した通りです。特に新興国において こういった整備とか拡大というのがなされましたですからね、需要が非常に増えているこれが正しい文章ということになるわけですね一応2,3,4も見ておきましょう丸 ② ですが世界人口の増加に伴いという部分がまあ最も適してはいないかなという判断材料になります もちろん、ね、人口は世界的に増えていますですから、まあ、普通に考えれば魚介類の消費量水産物の消費量も増えているはずなんですがどちらかといえばね今後の話です今後より急速に爆発的に人口が増えていくだろうという予測が出ていますよね。となった時に水産物はこれ水産資源ね限りがありますから全ての人たちになかなか供給ができづらくなるんじゃないか 人口が増えていく世の中今後待っているわけですがその世の中に対して今後どうやって水産資源を届けていくか増やしていくかっていうのが話題になっているわけですね。今回の河川部 B あくまで過去50年間で2倍になった、まあ、主要な要因を選ぶわけですから、まあ、世界人口の増加よりはまあ1の方が正しいとより適しているのは1なわけですね。それから3の選択肢も同じような理由で、まあ、答えではないということがわかります。 世界的な人口の増加で贅沢品の消費が増えているというふうにありますが、もちろんねそういう要因もゼロではないんですよ。ゼロではないんですけど、まあ、より適しているのは丸一ですね。えー、ま特に今後は新興国どんどん発展していくわけですよね。世界中の国々がどん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 発展していくので、まあ、今後消費量どうやって 調整していきますかと求めているその需要に対してねどう応えていくかっていうのが課題になっているのが水産業ですねそして「4」は「魚介類主体の主体の」とありますがあくまで欧米ではねまだ肉主体の生活は変わってないですねそこまで健康志向はまだ高まってないわけです。ということでまあ4も違うだろうということになります。ですから今回この問い2の答えは1ということになります。 はい問3ですすすね魚介類の供給量に関する問題で,すで押さえておきたいのは中国と日本の特徴この2か国は重要ですからしっかりと押さえておきましょう。でまず日本ですがかつては世界一でした、まあ、魚をたくさん食べる国というイメージはありますよね。でかつては世界一だったんですが、まあ、徐々に徐々にこれが減少傾向にあるのが日本です。でまあなぜかという話なんですがえ高度経済成長期ぐらいまでは食生活が 魚中心でした。ですが、まあ高度経済成長が終わって、えー、徐々に徐々に最近に近づくにつれてですね、食生活の洋風化、要は肉中心の食べ物へと移っていったわけですね。えー、そういった意味で、まあ需要あるいは供給というのは減少傾向にあるのが日本ということになります。それから二つ目、中国ですがここ三十年で五倍とも言われるぐらい需要が増えています。急速にグラフが伸びているのがおそらく中国だろうということになるわけですね。 え、まあ、そういった、まあ、特に日本と中国の特徴を抑えていれば、解ける問題だったわけです。え、実際にグラフを見てみると、まあ、一番パッと目につくのは非常に増えてますね。え、この丸二番が中国ですね。え、で、まあ、今回は日本を答えてあげればいいわけなんです。え、かつて世界一でした。ですが、減少傾向にある。まあ、日本の特徴と合致しますよね。え、ですから、今回、この問題は答え丸一ということになるわけです。 はい、トイの4、魚介類の輸入相手国ですねえ。上位5カ国ぐらいぜひ押さえておいてほしいなと思います。で、アメリカ、中国、ロシア、チリ、ノルウェー、この5つの国にしといてほしいんですね。で、年によってランキング結構変動するので、まあ、ちょっとこれ難しい問題だったんですが、まずはチリで受験する皆さんね、この5カ国を言えるようにしておいてください。で、これ知っておくと、まあ2か3までは絞れたかなと思います。 でこの後がまあ難しかったと、えー、過去問のややこしいところですがこれ入試の時は2014年のデータが最新だったので、まあ、2014年で、えー、一番多いもの多い国を選びましょうということで、まあ、答えは丸3になってるんですが現在ランキング変わっています。今僕のの手元にある最最新新やつ、まあ、色々調べましたが2015年が年で,すで15年のランキングは上から順番でアメリカが中アメリカが中国。 で2位がチリだですね2位がチリで3位中国4位ロシア5位ノルウェーが2015年の魚介類の輸入相手国上位5か国ですので、まあ、2014年を聞かれてますから3で答えはいいんですけど、まあ、現在のデータ最新のデータも合わせて知っておいてほしいなというふうに思いますえちょっとね難しかったですが、まあ、少なくともこの2択までは選べるように力をつけておいてください。 さあ問いの後日本の漁業に関するまあ特徴を押さえておきたい問題ですねいくつかポイントありますので順番に見ていくことにしますでまず一つ目漁業のうちかつて主流だったのは遠洋漁業ですが今主流なのは沖合漁業という点ですえオイルショックとかあるいは200回り漁業戦艦水域という制度が導入されて 引用漁業から沖合漁業中心の世の中へと変わっていったというのがまず一つ目のポイントです。それから二つ目、このまあ魚介類の生産量全体に関してです。え日本は生産量徐々に徐々に落ちています。ですからまあ今主流沖合漁業というふうに言いましたが、沖合漁業で取れるまあ生産量も減っていってはいるんですね。減っていってはいるんですが。 他の漁業と比べて多いのは沖合漁業という点も押さえておきましょう。あともう一つ、最近増加傾向、まあ少しずつの増加傾向ですけどね。で増えていっているのが養殖業ということになります。養殖業が増えている。まあ技術の発達などがまあこれに影響しているわけですね。今皆さんがまさにこの過去問を解いている近代も有名ですね。近代マグロがねニュースになったりしますよね。 完全養殖が難しかったにもかかわらず、まあ研究に研究を重ねて、えー、ついにマグロの完全養殖に成功したなんていうニュースもやってますよね、えー。こういうのはまあ技術の発達の影響というのも大きいということになります。えー、まあそういった特徴を抑えつつ、えー、この問いの五実際解いてみると、えー、まあ一番多いものを選べばいいわけですね。一番多いものはもうまず一つ目のポイントとして説明しましたね。 え、沖合漁業ということになりますから、問いの五の答えは丸三になります。さあ、問いの六、まあ宗教に関連する問題ですね。こういった、まあ、何かを食べてはいけないという規定を食のタブーというふうに言います。で、厳格な食のタブーがある宗教といえば。イスラームとユダヤ教なわけですね。ですから、まあ、この二つまでは絞れたかなと、ぜひ絞れてほしいんですね。で、イスラームなんですが。 コーランを見てみるとですね魚に関する細かな規定というのは載っていませんただまあ実質的にタコとかイカとか貝類とか要は鱗を持たない魚介類、ね、を食べる風習という、まあ、そういう文化がないので実際にイスラム圏の人たちの多くは食べないんですけどコーランには細かな規定はないという意味でそれをね食べることをタブーとはしていないわけですね。ということで、まあ、今回の答えは 丸4ユダヤ教といいいうことになります、はい、問いの7ですは問ので養殖生産量が少ないものを覚えている受験生ってなかなかいないと思うんですが、まあ、皆さんぜひ地理で受験するので例えばスーパーに買い物に行った時魚介類とかあるいは野菜お肉がね、まあ、どこ産なのかとか、まあ、天然養殖なのか、まあ、ラベル見れば大体書いてありますからちょっとそういうところに意識を配って日々生活を過ごしてほしいんですね。 なかなかスーパー行く暇ないかもしれませんがもう行った時で構いませんのでぜひそういうのを見ておいてくださいそうすると案外ねこういう入試問題で点数を稼ぐことができたりしますのでねどういうことかというと例えばマグロなんか非常にいい例なんですがスーパーに行くと天然なのか養殖なのか、ね、あるいはまあ天然だったらまあどこさんとかねそういう記載がされてます。 まあ鮭もあるんですねなので鮭とかマグロっていうのは養殖生産というのが結構盛んなんじゃないかなっていう推測がつくわけですねするともう選択肢から外れてくるということになるとで、まあ、答えを言ってしまうとこれ ① のカニですカニってのは養殖カニとか天然カニで売られてないですスーパーではね基本的に天然ものしかないというふうに覚えといてくれて構いませんで。なぜかというとカニって非常に敏感な生き物なんですね なので養殖するにも非常にコストがかかりますしどっかから連れてくる時もね結構もうカニが死んでしまったりとかあるんですね。できませんでしたで最近ちょっと技術が確立しつつあるんですがまだ種類によってはできなかったりして実用化にはまだ程遠いというふうに覚えておいてくれれば構いません。なので、まあ、カニはそもそも養殖技術がなかなか発達していないということから 問七の答えは丸一ってのを導き出してあげればいいわけです。かまあホタテ貝も養殖普通に行われています。ぜひ画像検索とかで見てほしいですけど。結構圧巻です。ロープを垂らしてね。でホタテ貝を、えー。何十個もつけて。で海に置いておく。で養殖をするんですね。えー、ということでホタテ貝も養殖は盛んなので、丸四も違う。答えは丸一ということになるわけです。さあ、問いの八条約に関する問題ですね。 でこの漁業資源の保護を目的としたものぜひ答えられてほしいですねもう押さえておきましょう答えは ②「二国,、えー、国連海洋法条約」です国連海洋法条約通称「海の憲法」というふうにも言われますで、まあ、有名な例としては例えば領海とかあるいは排他的経済水域というのをしっかりと明文化して定めたものですし、えー、問題文にあるとおり漁業資源水産資源を保護するために規定がなされているわけなんですね 今まで、まあ、特に海に関しては慣習法というやり方で、まあ、国と国同士のねルールというのが定められていたわけなんですがそれをしっかりと明文化しようということでできたのが国連海洋法条約ですねあと他の選択肢一、まあ、とか三は特に環境問題のテーマで出てくる条約ですねですからまあ今回の答えではないだろうという推測がつきますだからワシントント条約 は絶滅の恐れのある動植物の国際取引に関する条約ですね。ですから、まあ漁業資源の保護ではないわけです。ということで、問い八の答えは丸二ですね。しっかりと押さえておきましょう。